はい、ではサーブでよくありがちなトス、そしてスイング、この2点について再現性を高くするためのポイントについて解説をしていきたいと思います。まずトスについてですが、トスを上げようとするとき毎回うまく同じ場所に上がらないという方は、肘や手首あるいは指、このあたりの力を使って上げてしまっているケースが多くあると思います。例えばこういう形で肘を曲げて投げてしまったり、あるいは手首を使ってしまったり、このようにしてボールを上げようとすると毎回同じ動作、同じ場所でボールが手から離れることが難しくなるので、再現性を高くすることが難しくなります。ですのでできるだけ肘、手首は力を抜いておいて、二の腕、腕の根元に近い部分、この部分だけを動かすようにしてトスを上げるようにしてみてください。そうすることで毎回同じ動作を再現性高く行い、同じ場所にトスを上げることが可能になっていきます。はい、再現性の高いサーブをするためのポイント、スイングについて解説をしていきたいと思います。スイングで力みが生まれ毎回動作が少しずつ違ってしまうという方は、得てして構えた状態から肘の力で振ってしまったり、あるいは手首の動作、この動作によってスイングをしてしまったりといったケースが多くあると思います。大事なポイントは、肘や手首、そして腕全体の力は抜いておいて、体が回る力で腕を引っ張っていく、このような感覚でスイングをすることで毎回再現性高く同じスイングを繰り返していくことが可能になります。ですがこれが肘や手首を動かしていく動作によって振ってしまうと、毎回少しずつブレが出てしまいます。力を抜いていき再現性を高くするための一つのコツは、少しオーバーに腕をダラダラにしてトライしてみましょう。構えた状態から腕全体をダラダラにして、そのまま体を回してブラブラとラケットを振り回すような感じ、このような感じをトライしてみてください。あくまで腕は置いておいて、体を回して腕をブラーンと回すような感じ、このような形でトライしてみてください。そうすることで少し腕が引っ張られるような感じや、腕が引っ張られていくことによってラケットに遠心力が生まれ、この遠心力の感覚を感じていくことができます。そうすると徐々に力を抜いて毎回同じスイングをすることが可能になっていきます。サーブで再現性がなかなか上がらないという方は、この腕や手首の手先の力を抜いて体の中心に近い場所を動かすことによって毎回同じ動作を繰り返す、このことを意識してトライしてみましょう。今回の動画は以上になります。ありがとうございました。